練習しましょう。とりあえずもう練習して、やっぱ練習欠かさずやってね、しっかりと。はい、チームハブではチームに所属する全選手の立ち位置を示します。監督レートは試合やトレーニングで活躍すると上昇します。監督レートが高まるとアレックスが次の試合でスタメンになる確率も高まります。好調を続ければよりレートが高いチームメートを差し置いてアレックスが選ばれることがありますと。ああ、そういうことか。おはようみんな。俺逆にすっげえ気になるんだけど、この監督レートめちゃくちゃ下げてサブもうめちゃくちゃ下まで行ってさ、やったらどうなんだろうね、このストーリーは。どうすか、結構いいんじゃないの、大能力結構上がったな。いい感じいい感じ。はい、了解です。めっちゃ今上昇してたな。スタメンだ、もう完璧スタメン定着だ。欠かせない選手になってあげるよ、仕方ないからね。なんかちょっと変な人から MLS のトップ選手集めた、あ、叶わないわ。おー、だと思うでしょ、そう思うよ僕も。じゃあ行きましょうか、 MLS オールスターぶちのめしてあげましょう。はい、チームとしてプレーで、まあ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 、いくらねそんなもうあれオールスターとか言っても関係ないから、もうこっちからしたら。はい、行きましょうか。こんにちは、ハムスターが起きた。うわ、めっちゃ炎出てる、めっちゃ炎出てる。オールスターの対戦もお届けします。オールスターというのはアメリカならではですね。俺こういうのでも やったら面白いと思うんだよね。いろんなプレミアオールスターズとかさ、ブンデスオールスターズとかリーガーオールスターズみたいなやったらめっちゃ面白いと思うんだけどな。そしたら見えるわけですよ、クリスティアーノ・ロナウドとメッシが同じフィールドでさ、同じチームでプレーしてるっていうのがさ、それをやっぱ見たいわけですよ、現役の時に。ねえ、やってほしいな、こういうの。ビジャ。ビジャいるね。ドスサントスが選ばれてるんだ、ブラッドリー選ばれてるね。芝居したいが。ジョビンコ。ディアッティ。やべえな。めっちゃいい選手いるな、本当に。びっくりする。MLS オールスターズやべえ。よし、まあサクッと点決めちゃって、もう意気消沈させてあげましょう。おい、これはファールだろ、これはひどいぞ。よし、ちょっとハンターに任せてくれ。もうここはカバーニとネイマール並みのもう、あの俺に蹴らせろみたいな感じで蹴ります。はい、うん、やっぱちょっとあんま上手くないからきついな。これは最高のパスになるんじゃないか。パスの判断が悪い。申し訳ないです、本当に申し訳ございません。さっきパスの、あ、こんなのでいいのか、来た来た、やーべえゴール、やーべえゴール見せてしまいました、アレックス・ハンター。あー、わー、叫んでます。はい、今日は、ね、お肉のパーティーだ。よしよしよし、ちょっとこれは見よう。ここからこれね、うん、あんま意味なかったような気がしたく、あ、意味なくはねえか。いや、めっちゃいいゴールだよこれ。大舞台でこういうゴール決めていくっていうのはいいよね。この調子で得点を重ねていきます。あ、いいじゃん、これパスで来た、これはコウチーノです。あ、いいね、今のは低く抑えろ。あ、そうなんです、今低く抑えた。おい、やばい、リバラの真似してる、リバラの真似してる。今日の試合はね、あのリオ・ファーディナンドさんもね、あの来てるからね、見に来てるから。あれ、あれ簡単だな、これ。どんな声だったっけ。もう忘れちゃったよ。あ、めっちゃいい、いいパス。ちょっとなんか誰も来ないのかな。はい、 OK、 OK、 ヘンダーソン最強、最強です、ヘンダーソンの最強クロス、最強ゴール。はいはいはい、あー、仲いい仲いい仲いい、アピールしといて。これ普通にめっちゃいいゴールじゃない、これ。めっちゃいい、めちゃくちゃいい、かっこいいゴールじゃん。ならならかっこよかった、打ってたけど。ちょっと待って、マジでなんか楽勝すぎて困っちゃうんですけど。はい、あー、入るか、入ったかと思った。あ、ハワードか、
あ、ハワードってあれだよね、エバートンにいなかったっけ。入んじゃないのこれ。うー、惜しい。くそくそ、くねやる。ここでハーフタイムのホイッスル。まあ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 、得点は決めれたんでね、めちゃくちゃいいゴール。ほい、そしてハンター、そしてハンター。おい、それ決めないでどうする。それ決めないでどうする。当てた、お決まりのパターン、マネからのサラ。これはいいね。まだハットトリックしたことないんですよ、思ったけど、この試合でハットトリックしたいな。シュートが稼い、はい、なんすか。カカも選ばれてるのか、それを思ったら。あ、オッケーオッケー、前を前を。相手に当てて。お、ビジャーと変えて誰に出た？見なかったけど。あ、これは、あれ、サラーなんだその適当な、適当なシュートはなんだ。セーフティーファースト。ジョーダン・ヘンダーソン、素晴らしいボールです。ほいと、ほら、ナイス、最高だ。はい、ポグバのモノマネ。後ろであれだれだれ、ラーナか、ラーナもマネしてたね。かわいいな、ラーナ。乗ってますよ、あと1点決めちゃいますよ。これでハットトリックだよ。ザ・ハンターだよ、もうザ・ワールド的な感じで、ザ・ハンター 10.0 を記録してあげるよ。まだ見たことない世界を見せてあげるよ。いいよいいよ、はい、おいしょ、ほいほいと、ほらよっと。ちょっとハンターではなかったけど、はい、これはもう誰も止めれないよ。ちょっと何してくれてんの。しこなこな、これちょっとハンターに重ならせて、しここでいけ。うー、やば、神。神、ハンター、こんなの信じられないよ。全世界のやつら今のゴール目に焼き付けたが、俺がハンターだ。おーし、グリグリしてジョビンクをして、見てこれ、ほーいって言って、やべー、ゴール決めちまった、ほーいって言って、もうなんかすねで、ほぼすねで言ってたの今。さあ、これでハットトリックですね、アレックス・ハンター。全世界に名前を轟かせたじゃないか、またもや。 MLS はこんなもんか。ワイナルドムーン。よしよしよし、ちょっともう一回これ再現しようかな、もう一回再現しようかな。ここ、おーいと、おー、いいですねこれ、おーいと。終わったんじゃないこれもう。あ、まだまだ続くんだ。死体蹴りをもうバチコーンとかましてるからね今これ。ほーいと、あれ、そのそれは何をしてくれてんだ。おい、無失点で終わりたいよさすがに。オーケー、オーケー、やべえゴール決めたからな、ハンター。最高です、シュート10、ゴール3。ありがとうございます。僕がハンターだと、俺がハンターだ、もうリバプールファン歓喜。はい、じゃあレーティングを見ましょう。じゃあ 10.0 ってのが見えてんだけど、コウチーニョもすごい、ヘンダーソンもすごい、ラナーナもすごい、うわみんなすごい。そしてじゃあハイライト、このじゃあ最後のシュートやばかったから見てもら、見てもらって、はい、めちゃくちゃいいゴールなんで。おい、これはやばい、マジでこれはすごい、めちゃくちゃかっこいいゴール決めちゃった。ハワードヒゲ蓄えすぎだろさすがに。よっしゃー、無事勝利をつかみこる、つかみこる。もういいや、噛んじゃったから。はい、ちょっと情熱的だね。ただ、あ、74、うん、強くなっていってるよ。完璧にクロップの心を掴んでやったよ。最後のパンでも食ってやるか。うん、カロリーが、お、なんだってなんだって、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと進みましょうか。気分はどうだい。
今シーズンはいいスタートを切ったな。やはりトロフィーは最高ですが、シーズンの終わりに本物を手にしたいですね。そうっすね。このツアーのようにプレイできればチャンスはあるだろう。まあ俺がいれば大丈夫っすよ。ありがとうございますボス。正直チャプター1人生終わりましたね。結構長いんだね。ボリューミーだね。すごいわ。お、来た。やった。ジャーニーを続ける。めっちゃ面白いから。ちょっとこのカスタマイズを見ようか。なんかいろいろ出てるね。外見とかも。髪型増えた？あ、タトゥーが増えたのか。まあでもタトゥーは今のとこ変えなくていいかな。別にこの今のやってるやつを継続してつけていこうかなと思います。で、あー、ここへんか。なんか服が増えたんだ。うわ、このブラックスカルいいじゃん。めちゃくちゃやーべえ、いかつ。ラッパーかって。あ、でもフード付きのこういうやつもあるんだ。でもまあいいかな、このブラックスカルで。はい、ユニフォーム。これ何かってブーツ。あー、あ、これいいじゃん。うん、他は何が出た？あ、それだけ ?2個ってなって、あ、これか。あ、これがいいな。あ、これにしよう。この黒いやついいよ。よし。じゃあ、次は。なんか能力これとか見れるのかな、そういえば。あ、これ見てなかった、まだ。選手特性。選手特性でアレックスの特別なスキルとアビリティを解除できます。スキルポイントで選手特性を取得しましょう。スキルポイントアレックスの総合レートを上げると獲得できます。アレックスの総合レートは試合に出場するほかトレーニングでいいパフォーマンスを見せることで増加します。はい。あ、こんなのあったんだ。なんかこれすげえな。全然あの気にしてなかったけど、これちゃんとやんないとね。選択。あ、これできんじゃん。利用可能な。あ、5も利用可能だ。マジか。どうしよう。逆足星 5? ゴール前でサイドキックがより効果的になります。ボレー、アウトカーブ。あー、これ1個しか取れないのかな。まあ高精度かな。あ、これ全部いけんのかな。あ、そういうことか。え、ちょっとこれちょっとこれ外したい。これ外した時どうすんの。え、あ、もういっぺんカチッってやったらもうダメなんだこれマジかよマジか。タックルいらねえな。じゃあ逆足向上。どうしよう。じゃあシュート、これでいいや。もう最悪だよ。こっちもあれだったの。もう最悪だまあいいか。チャプターの特性、この下のやつはどう見るんだ。はい、スキルムーブ。ああ、そういうことね。はい、終わりました。まあどんどんこれができるようになるよってことね。ああ、目標がまた出てますね。ちょっと待って、間違えた。目標、プレミアリーグ開幕戦でゴールをすると。隠し目標あんのか。プレミアリーグ最初の3試合で勝ち点6以上を獲得する。ああ、了解です。勝てってことね。じゃあハダースフィール。